ヨハネス・プリンツ・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの実業家、トゥルン・ウント・タクシス公爵家課長。全名は、ヨハネス・バプティスタ・デイエスス・マリアルイ・イミゲル・フリードリヒ、ボニファツィウス。トゥルン・ウント・タクシス家課長カール・アウグストと、ポルトガル王位請求者、ミゲルの娘、マリア・アンナの間の長男として生まれ、1982年に、父より、課長の座を継いだ。 1980年、ヨハネスは34歳も年下の貧窮貴族の娘であるシェーン・グラウハウ伯爵夫人グロリアと結婚したが、これと前後してトゥルン・ウント・タクシスケはマスメディアの注目を浴び始めた。公爵夫妻の乱脈なジェットセットタイプのライフスタイルや若い公爵夫人グロリアの派手なファッションセンスが過剰な報道対象となったのである。ヨハネスはバイセクシュアルであり、 1970年代には、Z セットのパーティーに顔を出す一方で、芸の集まるディスコに足しげく通っていた。1990年12月15日の報道で、巨書のエメラム城は、バッキンガム宮殿より大きいと書かれた。妻グロリアとの間に一難二条を設けた。ありがとうございます。